野瀬康平23歳。スーパーマンのシャツを着て野瀬康平がスタートしました。かなり応援が来ている。踏み板1枚行くごとに大きな歓声が飛んでいる野瀬康平。そしてやってまいりました新エリア、ドラゴングライダー。トランポリンでバーに捕まり、ドラゴンのようにレールをうねっていかなければいけない。まずは野瀬トランポリン、まずは野瀬トランポリン。すげえ高さだな。水の中に真っ逆さま、まさにその落ちる様子もドラゴンのようでした。今回こそはファーストステージクリアなるか、ゴールデンボンバーギタリスト、喜矢武豊33歳。4度の紅白出場を果たしました孤高のエアギタリスト喜矢武豊。もう笑いは必要ない、目指すはクリアのみ。そう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 。さあ新エリア、ドラゴングライダー、初めてバーに触れるか。31人目の挑戦者、喜矢武豊、触れたか。トランポリン踏み込みは抜群でした。ただ高さが左手はかかっている、右手が伸ばせませんでした。高い位置から背中から落水。やればできんじゃん俺。知らなかった。あとちょっとだった。ギターを諦めてたようにサスケも諦めてたよ俺。いけねえんだ俺。いまだ出ていないクリア者、それどころか新エリア攻略の糸口さえ全く見えていません。さあこの男がやらねば誰がやる。北川電機店長、小盆の日置雅史36歳。緑山の期待を一身に受けて今スタートしました日置雅史。新エリア、ドラゴングライダー、最初に攻略するのは日置雅史か、どうなのか。日置ドラゴングライダークリアをしていく。どうだ、いった、クリアをしていく。まだ残り40秒。どうなのか、日置ドラゴングライダークリアをしていく。どうだ、いった、まだ残り40秒。まだ時間はある。初めてドラゴングライダーをクリアしたのはやはり日置。タックル240キロ、300キロ、320キロ、合計860キロ、押し込んでいく日置雅史。まだ残り25秒ある。さあ最後にやってきたのはそり立つ壁 4.5メートル。この先にファーストステージクリアボタンが待っている。まだ時間余裕がある。一発で日置仕留めるか。仕留めた、日置クリア。場を掴んだ、日本ではどうだ、カンドリッツだ。さあ、なんとここで着水。棒高跳びオリンピック日本代表掴んだ日本が、あっと、いけない。新しい科目だ、山本先生飛んだ、行きました。2つ目どうだ、掴んだ、山本健太郎行った。栄光ゼミナール講師、山本健太郎行った。栄光ゼミナール講師。7つ目のエリア、そり立つ壁、ここを越えれば2人目のクリア者。さあ様子を見ているが残りが10秒。どうだ、出なかった。いけるか、いくか。栄光ゼミナール山本圭太郎、2人目のファーストステージクリア者。長崎俊介、3人目のクリア。ダルビッシュ王政押してゆけ。さあタックルだ、合計860キロのタックルを押していく。残りが15秒。ダルビッシュ、ケンジ、ファーストステージ4人目のクリアなるか。残り10秒でそり立つ壁だ。一発でいかなければいけない。さあどうだ、手がかかった。残り2秒、間に合うか。ボタン押した、ダルビッシュ、ケンジ、残り1秒03。こいと佐藤潤、なんと20秒残し。あ、そしてボタンを押しました。
頑張るぞって。千葉県印旛郡の電気店、北川電機の店長、切り込み隊長がリングに手をかけた。まずはリングスライダー、ストッパーを越えていきます。手の力だけでは越えづらいこのリングスライダーを越えていきました。さあサモンラダー、まずは上り4段、体を振っていく3段、4段、ラスト8つ目のエリアはウォールリフティング。1枚目30キロ、2枚目40キロ、さあどうだ、持ち上げた、くぐった、そして3枚目は50キロ、重いぞ、いけるか、日置まさし、クリアボタンを押しました。で手と足を滑らせては奈落の底に落ちてしまう。そして 1.8m 下、あっと、ここで滑ってしまった、スパイダードロップ、やっちゃった。ここで残りが1分です。さあ今度はスパイダードロップへ慎重に行きます。スパイダーウォークから長崎俊介、時間を取った、先ほどの、おっとどうだ、あー、なんと長崎俊介慎重に行ったのに 1.8m の落差。ダルビッシュまだ転ぶ、ダルビッシュ行け、ダルビッシュがもがく、来いよ、行け、ダルビッシュ、来いよ、ベンジさん、ダルビッシュもがく、ここで塞がらない、行けるか、ダルビッシュ、リバースコンビはクリアした、前回倒れたところはクリアした。さあ1枚目、2枚目、さあ1枚目、ダルビッシュウォールリフティングでタイムアップ。パルクール指導員ならこの辺りはお手の物かもしれませんが、一瞬の気の緩みが奈落の底へ誘われる。さあどうだ、大丈夫か、スパイダードロップ 1.8m 下行きました。逆に流れてくるコンベア、濡れている体を前へ前へ進めていく佐藤潤。残りは3枚の壁、ウォールリフティング、30キロ、40キロ、そして最後は50キロ、重いぞ佐藤潤、ゼッケン97、転がっても倒した。取締役となった川口智弘が泳いでいく、外側を泳いでいった。そしておっと大丈夫か、川口が逆に流されていく、川口どうした、川口どうした、諦めんなよ、大丈夫大丈夫、諦めんな、ここで流されていく、逆に流されていく、バックストリーム、苦しそうだ、どうした川口、残り30秒、苦しそうだ、ゴーグルを上げた、いけるか川口、たどり着いた、時間はたっぷりやったが、ここでなんと残りが20秒、いけるか川口、余裕のクリアかと思われたが時間がなくなってきている、どうした川口、リバースコンベア、いけるのか川口智弘、いけるのか、残りが10秒、ここで警告音、3枚の壁、30キロ、40キロ、残り5秒、いけるのか川口、さあ時間との長いだ、どうした川口、残りがないぞ。あ、ありがとうございます。絶対こんなところで落ちたらダメだよ。そうです ね、必ず行きます。今日もう絶対あそこで待ってるから、はい、行きます、今日こそファイナル行きます。残りは3つの壁、まだ時間はある、2枚目40キロ、そして3枚目50キロ、残り20秒、大きな声を出した、ボタンを押しました、18秒40。名もなき男たち、社会の一員として汗水流して頑張っている男たちです。さあ日置まさし、電気店店長の登場です。6つのボールは直径30センチ。さあ手をかけた日置まさし、足は壁へ、さあこの壁20センチ動く、あー滑った、壁が広がった瞬間足を取られた。さあまず1つ目はクリアしたか、続いて 1.8m 先へ体を反転させた。さあ2つ目、30センチ先へ、川口が掴み損ねた。さあバーティカルリミット、30センチ先へ、
進むことはできなかった。頭脳明晰の完全制覇、サスケくんこと森本裕介、ゼッケン栄光の100番。最後の砦、残ったのはこの男ただ一人。そして今最強のサスケ挑んでいく 1.8 メートル先へ。そしてウルトラクレイジークリハンガー上下90センチに動く。タイミングはここでいいかい。いったー、掴んだー。ここでいいかい。いけー。わあ、これいくわ。今大会も最後の取り手となったサスケくんこと森本裕介26歳、絶対行くとつぶやいた。ファイナルステージへあとわずか。さあ地獄のバーティカルリミット、サスケくんとの戦いが始まりました。サスケくん VS バーティカルリミット、2つ目30センチ先へ、3つ目は60センチ先へ、手を伸ばした。さあ行ったか、叫んだ、吠えた、あとわずかだ。バーティカルリミットクリアするか。さあサスケくん足をかけた、バーティカルリミットクリアした。頑張れ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 。魂のクリアを見せた。普段からは想像もつかない叫び声が緑山に響き渡りました。飛ぶか、何度も振る。やりました。よし、もう寒い中、雪降る中とかもずっと練習してきて、この半年間本当にずっとサードステージのきついトレーニングをしてきたので、でも今日全てが報われました。さあ鋼鉄の魔女本丸 VS サスケくん、いざタイマン勝負の時。今夜我々は完全制覇を目にするのか。まずはスパイダークライム8メートルをあっという間に登っていった。そしてサーモンラダー15段、天空のサーモンラダーだ。天空のサーモンラダーを孤独な音を立てながらサスケくんが登っていく。ここで引っかかった。さあ残りが25秒、いけサスケくん、まだ時間はある。サーモンラダーあと少しだ。さああと少しだ。左を上げろ森本裕介、空へ向かって駆け上って行け。残りが13秒、ここで綱登り。さあどうだ、残り10秒、渓谷君いけるか。サスケ君、森本裕介2度目の完全制覇を目指して、サスケ君いけ。残り秒数が少ない、森本裕介頭脳明晰の完全制覇、サスケ君。サスケー、2度目の完全制覇はならず。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。